巨人、DeNA、6日、東京ドーム。今夏公開の映画、バジーノイズ、で主演を務める助腕の川西匠が始球式を務め、驚異の125キロを計測した。ドラフト3位の佐々木が捕手役を務める中、背番号25のユニフォームでマウンドに上がった川西。ゆったりとしたフォームから素早い腕の振りで投じた1球は、惜しくもワンバウンドになったが、ビジョンに表示された球速は驚異の125キロ。とても細身のアイドルとは思えないスピード表示に、スタンドのファンからは驚きの声が漏れた。川西は、練習したんですけど、バウンドしてしまってちょっと悔しいです。東京ドームは、本当に広くて、立っているだけで緊張しました、としつつ、次回こそ160キロを目指したい。そしてジャイアンツに入団できたら、とリベンジを誓った。始球式が決定した後、川西は巨人を通じて、約15年野球をやってきてずっと応援してきましたし、夢見ていた舞台なので、緊張しますが全力投球で頑張りたいと思います、とコメントを寄せている。兵庫県出身の24歳、1学年上で明石市出身の巨人、山崎伊織とは高校時代に対戦したことがあって、負けました、と話した。